このプロジェクトとは、この町の中心を環状に結ぶ、都心環状線計画平川を渡って、新バイ、初積みをつないで一周する、全長約10キロの周回コースです。こんなことを言ってしまったからには、いつかは完成させなくてはなるまい。特に、PC の限界が見え始めている、今の状況では、なおさら。そんなことを思ったのは、前々回、初積みパーキングを作っていた時のこと。ちらっと目に映ったその街の風景は、いつも見ていたそれとは、明らかに、はっきりと違っていた。建物が消失してるとなったのがついこの前までの私。開幕から叫ぶな。で、どうしてこうなった、については。例のごとく、公共サービスの車が回らなくなってしまったことですね。ちらちら目についてた、このドクロマーク。これは、死人が出たから霊柩車を回せという警告なのです。が、車のリソースは、ほぼトラックと自家用車に回されている模様。疾患したこともできないのか。行き場を失った死体がある建物は、システムの使用上、問答無用で消えます。これが、建物が消滅してしまう原因なのです。いや、こうはならんやろ。他にもゴミが回収されない問題がありますが、理由は死体と同様。一応モッドを入れて、それらの問題をなくすこともできなくはないが、あまり入れてしまうと重くなる。結論を言うと、これ以上の発展と人口増加は、街の機能がうまく働かない以上、不可能だということです。話が長くなりましたが、今回の本題、消滅しかけているの平地区を見てみましょう。もう一切発展しない街で、一体どうやってこの街の運営を続けていくんだ？それは今から作業をしながら、説明していきます。これからの街づくりの方法として、ある一つの手段を使います。いつも使っている、プロセデュアルオブジェクトというモッド。通常、小物系に使うものなんですが、実は大抵の建物にも使うことができます。ただし、これを使ってしまうと、住宅としても、職場としても一切機能しない、ただのオブジェと化します。まさか。これからは主に、このオブジェと化す建物たちを使用します。人がいないから処理も軽くなりますね。オブジェというか、ただのハリボテ。というかそれだと、人や車の流れができないんじゃないか？そうならないよう、いくつか本物の建物を置いて、人の流れができないことを防ぐなど、何らかの対策を取る予定。早速作業を始めていこう。新しい建物を置いていく前に、すでにある建物で、ドクロマークが出ているもの。これをモッドでオブジェに変換。はい、出来上がり。なんか魂を抜かれたみたいだな。こういった建物は、もうほぼ機能していないようなもので、そのままにしていてもしょうがないから、どんどんオブジェに変換させていくよ。こんなでかいのに誰も住んでないとか、どうしてこうなったし。ある建物では発生し、ある建物では発生しない。その条件がよくわからないんだよね。とりあえずこの地区はこんなものでしょうか。もちろん地区の外に目を向けると、まだまだドクロが消えていない建物はたくさんありますけどね。地獄かここは。街全体に広がるドクロ。早くなんとかせねば。消えてしまった建物の跡地に、新しい建物を置いていきましょう。これはもちろん、あらかじめオブジェにしたものです。街の運営のために、誰も住まないオブジェを置いていく。なんだ、この何とも言えない虚しさは。こういった問題が起こらなければ、普通に置いていけるんだけどね。ちなみに、ドクロマークが出ていなかった建物は、今すぐオブジェにはせず、暫定的に残しておきます。で、ここにあった建物ですが、確かこれと同じアパートを建てていたと思うので、元通り直しておくよ。こちらの会社も、まるで野ざらしのようになっているので、地面を直しておきます。初めて作った頃は、地面をアスファルトにはせず、直接コンクリートの色をつけるモッドで、それっぽく見せていたようですね。手抜きだな。手抜きじゃねえし。しかし現在そのモッドが機能していないらしく、今人力で地面を張り替えているところです。全面アスファルトはつまらないんで、ところどころに白いコンクリートを使って、なんとなくですが当時を再現。
隣の工場も、残念ながら消えていたので、代わりのハリボテを置いておきます。本物にすり替わってオブジェが登場。悲しいなぁ。しかしオブジェ化のいいところは、こうして外観の色を変えられること。同じような建物が並んでては、見栄えが良くないので、これから建てるオブジェも、色をちょこちょこと変えていくよ。建物だけでなく、道路も直しましょう。お、これは一つにくっつけるやつか？初めて開発した時には使わなかった。新技術も取り入れていくよ。進化の過程が読み取れる。角度と幅をうまい具合に合わせて。形はできた。この後ラインを描こうと、線を引っ張ってみたけど、何度やっても、交差点の真ん中で歪んでしまって描けないので、デカールを貼って隠しておいたよ。ちょっと邪道だな。また交差点を合体させた弊害で、全体的にデコボコしてしまったので、これもデカールでうまく対処。すげえ危ない交差点に見えるんだが。傷んだ駐車場も直しておこう。こういう駐車場も例によって、地面にペイントしていたやつか。ペイントは地面に塗るだけなので、簡単に駐車場を作れる反面、モッドが使えなくなると、このように無残な姿になります。ちなみに奥に見える小学校、校庭はすべてペイントで塗ってしまったので、現在は周りの地面と同化してしまっています。あまりにも広いので、アセットで復旧させる方法は断念しました。モッドが治るまでこのままです。許して、思わぬ板で覆ってしまったな。こういう小さい範囲であれば、なんとかなるけど。建物の消失が特に多かった、この一方通行の路地。残りをどんどん埋めていきましょう。通過する車のスピードを抑えるとかで、やたらにぐにゃぐにゃしているが、建物は置きづらいだろこれ。今更だけど後悔してる。言うてすべてぶっ壊して作り直したくもないので、このままで行くよ。建物ですが、でき得る限り開発当時のものを、また建て直すようにしています。が、当時の映像や画像があまり残ってないため、ほぼ新規で建てているような状態です。もう 100% 元には戻らないか。この地区を開発してから、もうすぐ2年。当時はこんなことになるなんて思ってもいなかったと思うけど。建物が消えても、フェンスや門など、ブロックは残り続けるので、建物の大きさや形がなんとなくわかるような、そんなものもあるけどね。遺跡かな？作業はまだまだ時間がかかるので、いつもの、コメント返しのコーナーをやります。今回も様々なコメントをいただきました。首都高東池袋出入り口感があるな。なんとなく似てますねー。なんとなく狭いあたりが特にな。どうでもいいですが、こういう複雑なところって事故が起こりやすく、実際東池袋の所属する5号線は、事故が多発しています。この街の高速は事故上等だから関係ないがな。近い倉庫に防災用品を置いてまあ、置いてはないですけどね。確かに最近は、こういう施設には必要だったりしますね。日本の災害は年々ひどくなっていくようなイメージがあるな。まあ主に水害とかだけど。結局のところは、ほとんど温暖化で片付けられちゃうけどね。多分一番有名なのは環流車彦山駅かな？本当に隣接していますね。こんな駅地下、なかなかないですね。今はコンビニがどこにでもあるからね。ホーム上のキオスクも減ってる。かつてのキオスクは鉄道会社の系列会社が主にやってましたが、今はコンビニにやってもらうことが多いですね。そもそも、最近のコンビニも、セルフレジがあったり、店員無人化の実験なんかもやっているので、店だけでなく、人もそのうちいなくなることでしょう。ちなみに私はセルフレジや無人化は賛成です。店員さんに気を使わなくていいですからね。でも無人化にしたら、商品の補充はどうするのかわかんねえけどな。コメント返信は以上。最後にニコニコ動画版に広告をつけてくださった、広告主様をご紹介します。今回もありがとうございました。見事に建物が消えていた、この野平地区ですが、この度見事に復活いたしました。昔のように元通り、というわけではないですが、目立った空き地はなくなりました。建物がほぼ消えたこの路地も、建物が戻ってきました。オブジェにしたことにより、建物が消える心配はなくなり、
この街の姿が永久に変わることはありません。さらっと怖いこと言うなや。今回は過去にあった開発のリメイクみたいなものでしたが、建物の焼失問題も解決したことなので、次回は新規開発をする予定。これは解決と言っていいのか？